PC アニメに927枠目ネクタリス37枠目ヤラソウジさん、ヨッシーさん、黒金さん、誰だともさん、スナさんいらっしゃい。栄冠は君にはね、私記憶が飛んでまして、シェルさん、シャドルさんいらっしゃい。4番目にセーブしたんですね。で、その後になんかバグった時がありましたよね。一回画面が練習試合かなんかで、その時に4番目にはミツバチバザー工業の最後のラストデータが入ってると思って、ラストデータはもうね春のデータだからいらないと思って、6期生もそこにセーブしてたのは、6期生を4番目にセーブしてたのすっかり忘れて、2と3に農業のデータと思ってたから4つ目に6期生セーブしてた最後に。で、それをバグってたから大丈夫かなと思って、2個に分けた時に 4番目を消してたんですね。だから6期生4番目に入ってたんだ。もったいなかったね。6期生強かったのに。伊賀さん、シャトル下がりです。というわけでございました。6期生。和骨です。バーソンさんいらっしゃい。勝ってたんですけど、はい。残せなかった。まあ、ワンチャン5期からロードして、6期生を復活させる。復活させるパターンでも。あれですけど、森さんが一番最初。あ、そうだ、水野くん出してます。和骨です。木曜でもサタデー。アラーンプロスだね。はい、大ピンチのとこですね。ちょっと手順を間違えちゃった。これ取られるとやばいんだね。これは絶対に阻止させないといけないけども。ちょっと無理っぽいね、これね。じゃないのこれ。ようなんですね。記憶があっててよかったです。ああ、記憶がその通りでしたね。でもなんか5バイソンをやっつける。よし、バイソンを、首を追いつけないからここでやっつけるって言ってもあるね。ザコツ妙見さんにして、オッケースラッガーを、ただハチモンスター、5で倒せないよねこれ。支援が、大ピンチですね。しかし、もうあれですね。うわー、これ取られると厳しい。ムンクス落ちた。あー、これ厳しい。
うわあ。ああ、ここモノキロスの射程だった。気づいてなかった。これスラッガー足が速い。ムンクの立ち弾を邪魔できるか。うわー、いやもうこれはこれで邪魔できないね。ただもう やっつけられるかな。工場塞ぐのももう難しい。ダメだね。次のターンですぐ取れればいいんだけども、あれだね、入ってなんか出されたら取れないね。ドックがあるからね。かー、これはやばい。ここは届かないんだね。おじさん、あれです。いやー、間に合わんね。ここ1で止まるからな。何が。うわー、アルマジロとトラックが出てくるのか。その後取れたらいいんだけどな。ラビット。いやー、これは元気だね。元気、ああ元気だね。いやー、これは数でちょっともう下がってここで基地の周辺でチェーンブプチプチやるしかないな、これ。がまあワンチャン占領できることに期待かけよう。それこのはちょっともうかもしれないね。ここもすらモノケルノスの射程だからね。一旦下がって体勢立て直すか。そうした方がいいだろう。もうじわじわと。これアルマジロ8だね。じわじわと下がろう。いやー、困った。司令こんばんは。ルドさんいらっしゃい。もう最初からやり直した方がいいかもしれないね。ここを取られたら
日の終わり。ブンクス落ちた、ブンクス落ちたぜ、掘りたい。俺ら最後の一人まで戦いますよ。頑張ってくれ。時給は1500円だが家族を養っていかないといけないんだ。あ、でもこの次あれなんだよね。ムンクスが出るんだよ。ムンクスでストールがね。司令これ無理では我々。これはちょっともう厳しいね。そう、ここでもう。フランカーを片付けたんか。このアルマジロ生かしたいね。生かしたいけどちょっと厳しいか。サンフランカーをとどめさせたい。なグリグリ。司令、得意の人間爆弾で活路を見出しますか。ワコツンです。アガトダイモンされちゃう。でいない。まあさんだから。これで何とか勝てるだろう。ワコツです。よしべさんにしよし。できればこのアルマジロ生き残ってくれると嬉しいんだが。ハチスラッガーだね。南と人間砲弾の使い手がいるのか。今のうちちょっとおかしい。うわぁ、間に合わんな。1、2、3。あの下のあれだけども取れないか。グリグリをしなさげなんだ。容赦なし。チン。それで関節砲台があればいいんだけどね。関節砲台ないね。戦闘機爆撃機があればいいんだが、それもなし。カリピーさんにしたい。これ無茶だな。をリセットするかと思った。まあ最後はこのアロマジロさえ生きてくれれば。粘る。アロマジロ終わりませんよ。
せんよせんよ、おらんよ。このアルマジロ終わりはせんせんせん、終わりはせん。僕は死にません。アルマジロは容赦せん、さいなら。アルマジロあん、なんか出てくる。うん、クソだ。うわ、治った。よし、あいつ殺せるな。だ、ラビットで殺すか。あ、ラビット殺せないや。いや、もう間に合わんな、これね。もう行くだけ無駄だ。やめよう。よーし。釣りはもうダメだ、限界。意地見せた。意地を見せた。よし、守るんだ。よし、もうないね。うわー、もうカラカラ。戦線がだいぶ下がりましたね。もうダメだね。向こう関節があるからな。わーお、イエーイ。こっそり歩兵で占領って言っても、あそこモノキャロすると山嵐があるからまず無理だからね。屁が出る男、屁が出る男。ギガントに鎮座されたらどうしようも。返り討ち、よし。うわー、ここに来るか。3倍差の兵力は厳しい。厳しいね。ナソが来る前にちょっと何とかしたい。やめろー、まだ入ってる。うわー、このラビットがいるな。今回の外地司令は有能ですね。外地司令はちょっと一スランカー、ここはもうやっつけよう。グリオは逃げて、1スランカーなら文句で倒せるな。8倍損。まあここでアルマジロでいいだろう、挟まなくても。よし、
よーし、でこのモンスターもちょっとやっつけとこう。射程が1、2、3、4、あ、ここ届くの。最終防衛ラインって感じですね。もうね、1、2、3、4、5、あ、届くね。1、2、3、4、わあ、ここ届くのが挟めない。あ、じゃあここで挟めばいいか。ここで挟むと後が辛くなるんだよね。こっちが 20% のこれを切るから、まあまあいいか。ここは挟んで、うわあ、倒しきれなかった。わらわら勝てーなー。もう、うわー、ここで一致潰されたのは痛い。よし、4スラッガーも倒しときか。あ、倒せないな。5バイソンちょっと逃がしとこう。あー、逃がせない。1回でちょっと工場に取れる位置まで下がらないとダメだね、これね。1回でここは1、2、3、4、5だからな。1回でちょっと、ここなら大丈夫だよね。1回で、あのフラッガーはちょっとしょうがないな。あのバイソン、次なんかレネットが来るから。ああ、ちょっと無理だな。スラッガーも仕留めたいけど、それがなんとか仕留めるか。次レネットしか来れないよね。ラビットは来るか。1、2、3、4、5、6。ラビットも届かないよね。今届けるキャラいない。あ、8あるのか。1、2、3、4、5、6、7。ギリラビットが届いてくるかな。その前にスランカー逃がしたくないね。やっつけとこう。やっつけよう。逃がさん。ここでスランカーを逃がさん。よし、よし、 OK。 もうない。うわー、間接車両がな、困るな。惜しい、返り討ちにできなかった。まだリンクスは逃走やね。まあ、うん、今日は聞けないかもしれないというか今日ゲームオーバーなりそう。いやー、関節が3つもいるのはちょっと辛いな。戦車だけならなんとかなりそうなんだけどな。そんな指令どうにかして聞かせてくださいよ。クス落ちた。和骨です。高さです。ラツクス司令が指揮する限り敗北などありえない。そうですよね。そうだね。一旦帰ろう。前進あるのに。よし、電子はない。で帰るぞ。ゴラビットはもうチン七グリホワイト。よし、
6バイソンちょっと、あ、6バイソン入るね。7バイソンちょっとここ。シャルマジョ。負けたらバトルゴルファーただの形。いやー、これか。間違った。よし。OK。バトルゴルファーよい。それはないよ。メガドライブだね。嫌すぎてそう。硬い。さすがアルマジロの支援効果あると硬いね。オッケー、帰り討ち。敵の本体来たね。全長勝。うわあ。あとみんなピンピンだよね。なんとか潰したいところ。うわお。頑張りますね。頑張るね。よし、もうちょい下がってもいいな、これね。ここ1個下がってもね。本拠地と、あ、もうやることないね。もう待つしかないでか、ナスオルの射程とかに入ったらもう終わりだナスオルどうやって倒すか。イエーイ。さらに4つ追加。どうせ2体しかやれませんよあいつは。ナゾルンが2台、エストールがあるからね。エストールと2、エストール3台としたらもう7でも壊滅状態になるからね、一体ね。いやー困った。エストールだけでも倒したいところだが、よし、カチカチ。外地結構ゴリゴリ来ますね。来るね。うわー、来た来た来た。次のターンが勝負の分かれ目ですね。次のターンがあれだね。まだ戦車入ってた。うわー、いきなりもう全部出せるんだ。あー、こ
マルマジを潰したいとこだね。この第一波不正でも辛そう。辛そうだね。あーでもゼロパー、向こう 0% で受けたかったね、ここね。ここの方がいいか、この手前がいいね。次猛攻来ますね。次猛攻来るね。 0% のとこのここで追いやりたかったね、ここはね。0%で追いやりたかったね。勝負だ。道路に置いちゃった。よし。いや、アルマジロ挟まれちゃうかなと思って。アルマジロあっちを置くんじゃなかったと思って。アルマジロ下の方だったね。あそこ置いたらなんかね、挟まれちゃうかな。狙われたら嫌でしたね。うわー！ラビットは一気に死んだ。クリオが来た。これは痛い。わラビットさん、これは痛い。ラビットが唯一の希望だったのに。ラビット祭りが。うわ、声にびっくりした。いやタイラン、もう耐えられん。うわー、アルマジロ挟まれる、これ。いや、パイソン狙ってきた。アルマジロあそこに置きたいね。せめて。ちょっと土下座の練習してきます。あそこに置きたい。いやー、これは耐えられん。さすがの。35% でも。うわー、消えたー、消滅。返り討ち。助からん。うわー、第2波が第2波、第3波が待ってる。うわー、射程がどんどん。うわー、あんなとこに。クソエストル大胆にも目の前に来たぞ。目の前に来よった。どうせ狙えないだろう。うん、うん。この目の前でもエストールにちょっかい出せまい。そんな外地君の。わらわら。くそー、どうしようもないで、これ。鬱陶しい奴が出てきた。いやー。マックスさんの圧倒が似合う。わら。くそがグリグリ後ろの方がいいね、これがね。煽るなこいつ。いや、待って、前でもよかったかな。あ、前でもここがね、0% なんだよね。ここで挟まれちゃうから、どうしようもないな。出る。とにかく乗せるしかないよ、これ。乗せていくしかないよ。乗せ頑張るしかないよ、これ。あともう、もうないよ。
あ、まだまだ、まだまだ、まだ。いやー、もうあとはもう祈るしかない。ほんとアルマジロがあの基地の上が一番良かったんだけどな。うわー、一台落ちた。うわー、アロマジュラならかすりもしないはずなんだけど。余裕があるね、外地軍め。いつもだったら帰らないのに。ラビット 4ラビット帰らないのかい。敵の指令は人格者とのことです。うわー、ここで集まれた。終わった。うわー、終わったで。わかった。シラタモデン。久々に司令官失格だが見れますね。シラタモデンだ。どうしようもない。無念だが、ここは白旗を上げるしかない。これ以上戦線を眺めしかしても。俺はまだ戦います。もう無理だ、もう無理なんだ。お前たちはよくやってくれた。もうモンスターが鎮座されにしてるじゃないか。よし、ここだ。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。2089年5月18日のメアネクタリスにおける戦闘は外地軍の圧倒的勝利に終わった。連合軍は壊滅し、MOA は予定通り地球に向け発進した。4月21日、世界各国は外地帝国に無条件降伏。外地帝国の地球支配体制が確立された。地球の命運を決した激戦の場、メア・ネグタリスの名は苦い記憶とともに人々の心に残るであろう。あなたは指揮官として失格だ。作戦は失敗した。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。PC エンジンミニ版、ネグタリスは毎週科目やってまーす。でした。はい、おです。また火曜日リベンジ。はい、おやすみなさい。おつです。チータドチン。はい、チン。おつ。はい、おやすみなさい。おつです。おつでした。来週リベンジ。今日もおつおつでした。おやすみネクタリス。来週こそムンスクサタでない。はい、来週こそサタでない。はい、おやすみなさい。おつです。